卑弥呼さん、料理の器へのこだわり、市川團十郎。料理は教えてもらってメモ。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のブログで母堀越卑弥呼さんの手料理について、確かにうまい、料理屋さん出せばいいのと本当思ってると称賛した成田屋の食卓。卑弥呼さんが乳がんで闘病中の小林真央さんへ伝えたかったことについて話してくれたことを振り返る。卑弥呼さんは自身の著書、十二代目團十郎さんが食べてきたもの、成田屋の食卓で真央さんに伝えたかったことを書いたという。卑弥呼さんは器も素敵な染め付けがありますねと聞かれて、器が好きで地方や京都に行って、時間があれば器屋さんや骨董屋さんに行くんです。嫁いだ時に母が選んで持ってきたものもあって、さらに私がどんどん増やしました。外にお食事に行った時も吸収して、いろいろなお刺身を一つ一つこういうお皿に盛るのねって、お料理も教えてもらってメモしたり、その通りうまくいきませんけれどもわら、やっていくうちにこうした方がいいかしらって工夫しましたと話してくれた。卑弥呼さんの工夫、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。